皆さんこんにちは、健康運動指導士の中田です。今日はバランスを取りながら腸腰筋を鍛える運動を行いたいと思います。はい、まずはじめに両足を肩幅に開いてしっかりと安定の良いところに立ってください。片方の手を斜め上に上げてください。上げた手と、体格の足、反対の足をゆっくり床から浮かしてバランスを取ってください。上げた手と体幹を通ってこの足が一直線になるようにしてください。ここでバランスを取っています。はい、じゃあバランスを取りながら肘と膝をひっつけてみましょう。せーの、よし。さあ、つかない人は外れてもいいですが、できる人はひっつけましょう。ぐっとひっつけて1、はい、戻して、はい、2回目2、はい、戻して、全部で5回いきましょう。はい、3回目。さあ、この時ギューッと膝を上げることで大腰筋に効かせることができます。はい、4回目、はい、戻して、はい、5回目、はい、 OK です。じゃあ次は反対側の手を上げて、上げた手と体格の足を上げてください。はい、行きましょう。はい、1回目、はい、タッチ、はい、組み戻して、はい、2回目、はい、戻して、はい、ゆっくりやると非常に強度が高くなります。はい、戻して、はい、4回目、よいしょ、はい、バランス取って、はい、最後5回目、よっこいしょ、余裕があったら押し合いっこ、はい、3、2、1、はい、今日の体操はいかがだったでしょうか。バランスを取りながら上げる足は大腰筋を鍛えることができます。反対側の足はお尻の筋肉を鍛えることができますので、骨盤周りの、総合的な運動となると思います。ぜひお家で続けてみてください。